ザー、マザーの語ったことは偽り。ううん、私は信じる。セレス、どこだ。私はここ、命の光、メルギオの輝きが私を包み込む。メルギオ、太陽の方向か。セレスノーメン、君の声が聞こえたんだ。その声に導かれて俺はここへ来た。タクヤ、あなたとの出会いは定められた運命。運命。空が見える。空、明るく暗い空、メルギオの輝きが私を照らす命の光、暖かく私を包む命の火。なすべきこと、私のなすべきこと、それは大自然の怒りを鎮めること、そのための儀式を行うこと、女神グランティアを降臨させること。そして私は旅立つ。どこへ旅立つの？最果ての地、そこに何があるというの？ここへ来たのは神の意志。あの人との出会いが定められた運命。マザーの語ったこと、あれは偽り。ううん、私は信じる。感じるもの、あの人の吐息。感じるもの、あの人の声。私、あなたに会いに来なければならなかった。すべては神のご意志。そう、あの人はきっと来てくれる。きっと来てくれる。そう思っていたから。感じるもの、あなたの声。あなたになら任せてもいい。私、きっと耐えられるから。セーレス！聞こえたんだ。君の声が、なぜだかわからないが、確かに、その声に導かれるまま、俺はここへ来た。この広大な砂漠の中で、君の居場所がわかったんだ。
自分でもわからない。だけど君はここにいるってあの地震で体は大丈夫なのか。丈夫なんだな君は。信じられないくらい。ほら俺の手につかまってくれ。おっとっとっと砂が口に入っちまった。引っ張らないでくれよまったく君ってやつは。すごいな、この夜空は。見てみろよ、空が動いてる。あの月、あの大きな月、見ているだけでため息が出てくる。ここがもうどこでもいいって、そんな気分にもなる。不思議だなあセレス。君をこんなところへ置き去りにして